どうもこんにちは、まこちゃんです。今日はですね、クソコメに対する、今後の対応についてお話ししていきたいと思います。はい、まあですね、本日朝、クソコメが久しぶりにクソコメをいただきまして、パチンコ禁煙化の動画に関するやつにクソコメが来まして、でね、それスクショして、こうやって見せながらちょっとお話しする予定だったんですけども、スクショに失敗しまして、で失敗して、要は長いあのクソコメだったんで、続きを見るを押さないと全部出ない状態のまま、続きを見るの状態で俺スクショしちゃって、でそれを残してて安心して消したんだけど、そう、消したら元に戻せないっていうのを知らなくてですね、知らなくてっていうか後で知って、完全にもう見せれなくなっちゃったんで、まあ、続きを見るのをキャプチャしたやつ見せてもいいんですけど、まあ、途中までで切れちゃってるんで、あんま伝わんないと思ったんでね、あえてちょっとごめんなさい、その差し込みしないですけど、まあ、クソコメもらいました。それに対して俺も反論しようかなと思って書こうと思ったんだけど、あの時間の無駄だなと思ったんで、もうさ、ブロックして削除しました。なんで、まあ今後ね、前もね、たまにあんのよ、クソコメ。で、前は相手にしてそれに対して返信したりもしてたんだけど、もうやっぱり書くやつって決まっても暇だし、しょうもねえ野郎じゃんか、ヘタレのチキン野郎じゃん。で、暇だから返してくんだよね。で、またそれに対して俺も返したりとかしてたんだけど、ふと気づいたわけ。あるね、その何回か続いて返そうとした時に気づいたわけ。やば。何の意味もないこの時間と思って。何にも意味ないじゃんそれ。いや、そいつがね、ものすごい大物 YouTuber とかさ、ある程度数字持ってるような人間であればいいけど、まあ、ただクソコメね、書いてくるようなただのゴミじゃないですか。そう、ゴミ相手にしてもしゃあれえなっていうところに行き着いて、もうあとやめたんですけど、その時返信久しぶりに来たんで、このまま返信しようと思ったんだけど、あ、ちょうどネタにしようかなと思って今回動画にしたんですけど、ちょっとキャプチャーミスでね、皆さんにゲームは見ていただけないまま、ちょっとお話だけになってしまいましたけど、まあなんで今後のクソコメ対応についてね、 YouTube やっててコメントいただくんですけど、まあ基本的にもありがたいものばっかりで、やっぱ基本的にコメント書いてくれるのは本当ありがたいことなんで、ぜひ気軽に書いてもらって、ただこういうクソコメ、まあ誹謗中傷とかさ、しょうもね、わけわかんねえこととか書いてるやつに関しては、もう今後完全にもう無視っていうか、もう削除とブロック、この2つやっていきます。まあ厳密にはブロックして削除かな、っていうことをね、お伝えしておきたいなと思って今日は動画にしてみました。もちろんね、普通のコメントとか全然歓迎ですし、あとちゃんとした批判だったら俺は全然ちゃんと、まあ返信するかどうかはわからないですけど、ちゃんと読んでますんでね、いや、こういう理由であなた違うと思いますよとか、そういうのわかるんですけど、舐めた口聞いてくるようなね、チキン野郎ね、こういうコメント欄でしか多分ね、こういう意見言えないクソみたいなやつ相手にはしないので、即ブロック、即削除、即ブロック心がけていきたいと思いますので、そうじゃない、ご意見ご感想なんでもいいんで、それはコメントでバンバン書いてもらって、そういう人をね、ブロックしたりなんだりってことはまずしないので、こういうね、普通に考えてさ、こんなコメント書けなくね、俺書いたことないぜ。食べれもしねえクソチキン野郎がさ、コメント欄で生きがってるとはどうかと思うよ。あ、ちなみにね、こういうクソみたいなイラッとするコメント来てるんで、俺も口を荒く喋ってますけど、はい、こんな感じでね、でこういう風に相手にするのもバカらしいんで、今後はもう、ブロック&削除でいきたいと思います。俺なんかさ、所詮300人弱の YouTuber だからあれだけどさ、トップ YouTuber たちはもうこんなのめちゃめちゃ書かれてるもんね。あー、大変だよ。今後もね、こういう誹謗中傷じゃなければバンバンコメント書いていただいて、批判ももちろん理由がちゃんとしてる文章であればね、文章じゃなくてもいいんだけど、はい、そういうのは別に全然構いませんので、どんどんね、コメント書いていただいて、いいねボタン押していただいて、バットボタンでも、まあバットボタンでもリアクション、いや、バットボタンは、まあ、そんな感じで、はい、ちょっと今後のね、クソコメ対応についてお話しさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただきますと、このデブ喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。